b m w 5 0 3はドイツの自動車メーカー BMW が1956年5月から1959年3月まで製造したクーペ及びカブリオレ型のスポーツカーである。ベースは V 型8気筒エンジンを搭載した b m w 5 0ボ2 v 8でデビューは1955年のフランクフルトモーターショーであった。3年弱の間に合計413台が 生産され、うち139台が被り折れであった。デザイナーは、後に、初代日産、シルビアを手掛けた、アルブレヒト・フォン・ゲルツである。彼は、同時期に507もデザインしている。当初は502同様にフェンダーが、半独立した古典的なスタイルであったと言われるが、ヘッドライトの位置など、放棄性を考慮するうちに、 フェンダーがボディと完全に一体化した現代的な1950年代の2ドアクーペのスタイルをまとうこととなった。503の直接のライバルは1952から58年に760台生産されたメルセデスベンツ 300S クーペカブリオレであった。502と同じ V 型8機筒、3168。 CC エンジンは140馬力機に強化され、0時速 100km 加速13秒、最高速度時速 190km という、高性能グランツーリスモであった。しかし503は、ほぼ同時期に登場したより、華やかな507や、ガルウィングドアを持つメルセデスベンツ 300SL と、比較すると地味な存在であり、高価格であったことも、 相まって販売台数は少なく経営不振に陥っていた当時の BMW の業績への貢献はほとんどなかった。今日ではコレクターズアイテムとなっているダッシュボードありがとうございます。